はい、いや当たりますよ。いいです、頼りになりますわ。調子乗ったらよし、およっしゃ、あー極上のラブロマンスが始まる。超ハイスペックお笑い芸人ジャンボ高尾、唯一のパートナーの座を美女たちが奪い合う。果たして真実の愛は見つかるのか。さあデートに出かけましょう。パチンコ恋愛リアリティショーミスタージャンボ。楽しみです。ジャンボさんは器が大きい方だと思うので、私の全てを受け入れてもらえたらいいなと思います。こんにちは、リカシャフさんでございます。はい、いやありがとうございます。ありがとうございます。お聞きしてますよ、リカシャフさんがかなりお好きというのを。今回もとても素敵なパチンカスの女性が来てくださってると聞いています。一説によると男性が告白をして成功する確率は約 40%、 先バレの信頼度が約 40%、 先バレで当たったら僕の告白は成功すると思っていてください。リカシャフちゃんのもう一つの顔を知らないジャンボ。だからいいですね、服装も本当にパチンコ屋にいる可愛い姉ちゃんみたいな感じが。本当ですか。うん、こういうお姉ちゃんが本当に好きっていうのが最高でございますから。今回のデートスポットはサップ厚木店。店舗は大型駐車場を完備しており、車でのデートにうってつけのスポットになっている。店内は話題のスマスロをはじめ人気機種を取り揃えており、パチンコスロットデートが楽しめる空間だ。パチンコフロアは前代パーソナルシステム導入で手を汚さず快適に遊べ、スロットフロアは新スロットコーナーだけではなくライトユーザーにも楽しんでもらえるように5円スロットにも力を入れている。さらに地域密着型を目指している店内はアットホームな雰囲気となっており、わからないことがあれば従業員が親切に教えてくれる実にいいお店だ。果たしてミスタージャンボは真実の愛を見つけることができるのか。ミスタージャンボスタートです。結構アズールレーンは打たれたりしますか。結構打ちました。あ、いいですね。はい、自分ねそんなに触ったことないんですよ。本当ですか。もう怖くて。リカシャフさんはいつもは喉モードでいきます。先バレか、うん、ボタンブルブルか、あ、はいはいはい、どっちかです。じゃあ先バレ2人ともカスタム入れてまずはやっていきましょうか。はい、まあ、大体200から250ぐらいで先バレするって言われてますね。うん、で、はい、先バレしたらもう信頼度が 40% 超えると、はい、まあ、大体が今、まあ、41分の1ぐらいで、まあ、大体広角にいることが多いんで41分の1にいるんですけど、うん、はい、まあ、それの一部で、まあ、7ラウンドあたりが引けると、はい、それが約まあ500分の1、はい、その500分の1を取った後に61パーを引くと、はい、なかなかハードな台ですけど、はい、リカシャフさんはね荒いの大好きなんですね。あら、うってつけだったわけですね。はい、リカシャフさん、じゃあ一応デートなんで、はい、お互いのこう呼び方みたいな決めさせていただいてもいいですか。あ、呼び方、はい、ちなみに普段なんて呼ばれたりするんですか。まあ、リカちゃんかシャフちゃんか、うん、どっちかですね。シャフちゃん可愛いですね。確かに可愛いですよね。じゃあシャフちゃんと呼ばさせていただいてもよろしいですか。はい、じゃあ私のことはあのジャフちゃんって呼んでください。ジャフちゃん、可愛、はい、 い、 い、はい、さっきねあのシャフちゃんも楽屋で言ってましたけど、はい、まあ、私も一緒に番組やらせてもらってるね、はい、あのスローパチステーションのあのヨシキさんが、はい、このアズールレーンを打ってまあ恐ろしい思いされてましたもんね。怖いと思って。でも私そんなにハマったこともないしね。言ってらっしゃいましたよね。はい、最大ハマりが500ぐらいみたいなね。500くらいですね。でも本当に先バレで打ってたんですけど、うん、その間も一回も先バレ起きずに。なるほど、怖いっすわ。俺もビビリなんで。
弱気なんで、やっぱこういう時。いや当たりますよ。いいです、頼りになりますわ、その強気な女性がいてくださると。シャープちゃんは好きな男性のタイプとかあるんですか？引き強い人がやっぱ好きですね。なっぱね、引きの強さは大事ですもんね。うん、あんまりなんか好きな人のダサいところを見たくないんで、はいはいはい、あら、なるほど、はい、あの冷めちゃうタイプだ。冷めちゃう。あ、でもやっぱ人間完璧な人いないんで、うん、好きなところだけをかいつまんで。素晴らしい。あ、今こんなダサかったけど、でもあの人こうだしなみたいな。そう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 、当たっちゃった。赤石ギフト。さあ赤石ギフト当たりましたと。まず鳴らしたいですね、先バレをね。そうですね、聞きたいですよね。まあ欲を言えばコンプリートしたい。あいいですね、せっかくのコンプリート機能搭載機ですから。そうなんですよ、まだいないんじゃないですか。いないと思いますね。動画に収めた人は今までのこう最高出玉どれぐらい出らっしゃったりするんですか？とアズールレーンで4万2000円くらい。すごい、はい、素晴らしい。それはでも引き戻し3回くらいしましたけどね。やっぱそこ味噌ですよね。そうですね。いやアズールレーンやっぱ頑張れてる人ってそこ頑張れてますもん。意外とやれちゃうんですよね、引き戻し。うん、素晴らしい。逆にラスト1回転で、うん、あの明石ギフト引いたこともあります。うわー、やばい、緊張してきた。本当緊張してきた、うん、あと何回転くらいですか？あと45、6ぐらいですかね、はい。やばいやばいやばい、リカシャフさん、なんか話しか話しましょう。なんか話しましょう。なんか気を散らしたい。気を散らしたい。リカシャフさん、じゃあじゃあじゃあ好きな食べ物は何ですか？じゃあ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 、好きな食べ物。好きな食べ物、うん、お寿司が大好きです。寿司いいですね、はい、100円寿司とかでも一人で行っちゃうくらい好きです、うん、最高。ジャスちゃんは何が好きなんですか？俺も寿司好きっすね。あの近いところだとあれ新宿、はいはい、あああ言っちゃった。あれれれれれ、やっぱねこれぐらいね、なんかこっちの気も知らないぐらいな感じなんですよね。そうですね、ギフトさんはあっさり、うん、あっさり。お寿司で、はい、自分新宿あたりを行くんですけど、はい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 、やっぱね沼津港ね、そこの、うーん、行ってください。沼津港めちゃくちゃ美味しいんで。新宿エリアでどこ行くんかな私。結局寿司三昧とかも最高ですしね。はい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 、確かに無難ですよね。ただ、うん、調子乗ったらよし、お調子乗ったらよし、お先バレ来ました。さあさあ頼んます。お詫びじゃないですか。さあ先バレお詫びですね。さっきなんかごめんね、なんかタイミング悪くギフトしちゃってさみたいな。さあとにかくエンタープライズが絡んでほしいっていうことらしいでございますね。さあまず青保留、さあ青保留絡んで、お姉ちゃんだ。さあお姉ちゃんすぐに義理さん、金系が絡まないと嫌よという感じらしいですよ。今んとこ激サブお化けですけども、はい、さあ状況変わっていいのよ全然。うわー、弱いなー。なるほど。さあ赤か金ぐらいまで変身。赤、お赤いきました。赤50パー以上ありますもんね。57%ですね。57%、はい、ありがとうございます。あーでも一番弱い加賀さん、これはエンタープライ…あ、ストーリーリーチじゃないですか？本当ですか？はい、ちょっと上がったと。はい、さあ、シャフちゃんが教えてくれるから助かる。ストーリーリーチ、テロップの色が変わればもうの大当たりの子ですね。うわ、なるほど、はい、赤でも金でも。ただ、デフォですね。あ、すごい、なんか私がドキドキしてきた。はしゃいじゃねえ、お詫びで。あ、死んだってこと。あのお方はキュンキュンキュン。あ、はい、まあでも全然楽しかったから OK。 ありがとうな。 OK、 OK、 ありがとう。いや幸先いいですよ。幸先いいですよね。幸先いいですよ。全然シャフちゃんはこうプライベートでパチンコデートとかしたことあります？はい、いやまだないんですよね。そうですか、したいでしょうにね。したい、まあ、でも気使って結構そのパチンコ
行くみたいなこと言われるんですけど。あ、そっか、彼氏はもちろんシャフちゃんが好きなの知ってるから、シャフちゃん行きたいなら行くみたいな。うん、けどそこまでしていかんくていいかな。まあわかりますよ、うん、彼氏に嘘ついてこっそり打つパチンコとかマジおもろくないですか。あ、はい、あ、でも私あんまその彼氏とかはパチンコ行くっつっても止めない人多いんで、はい、あ、そうですか。そう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 、俺怒られる人だった時は、めちゃくちゃ嘘ついて言ってましたね、よく。あんま嘘つかれたくないな。あ、そうっすか、うん、あ、でもまあダメって言われたらやりたくなりますよね。そうなんすよ。いや、わかるわかる。いや、いいですよ、隠れてこそこそ打つパチンコは。もともと家族でパチンコ打ってたっていうか、弟とお父さんとか家族では行きますね。あ、今でもその弟と行こうよみたいなあったり。そうですね、弟パチンコで食ってる人なんで、兄弟揃って社会不適合者なんで。いや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 。うわー、いいっすね、その、はい、プロが身近にいると。さあ、私も追加投資です。はい、私も2枚目いきます。それいいな、身近に上手な人いるの。めちゃめちゃオカルトがあって、はいはいはい、こうやって先バレでならないじゃないですか、はいはい、ボタンブルブルモードにすると急にボタンが震える。いいですね、シャフちゃん。気がするんですよ。我々、私パチンコ歴、はい、もう15年ぐらいになりますかね、はい、オカルトはオカルトじゃないです。真実。パチンコ10年以上打ってて、はい、オカルト信じてないやつ逆に変なの。そっちの方が。私もじゃあシャープちゃんのオカルトいただこう、はい、ブルブルさせちゃってください。見てください、スタッフさんもアズルレン当たんねえんだろうなって顔してますわ。悲しい、期待されてない。当たらないと思ってるでしょうね。顔がすんごい。だってあそこから俺らの台も見てないし、どこも見てないですよ。結局ちゃんと応援してくださいよ。よし、シャフちゃん、じゃあ勝利のアイテム持ってきますわ。え、何ですか。よし、待ってください。はい、もう何だろう。あら、これサプーくんです。サプーくん、はい、サプーくんが我々を当たりを導いてくれるんです、いつも。かわいい。見てください、このこっから見た時のサプーくんの神々しさ。堂々たる姿、どうですかこれ。当たらないわけないんですから。でもシャフちゃんが応援してよって言ったら、スタッフさんがほら真後ろに真剣に見てくれてる。あ、さっきとはもう全然、さっき目死んでたもん。なんか先バレ来る気がしますもん。ですって。4枚目。そろそろ、そろそろちょっと微笑んでくれてもいいんじゃない。なんか出したいな。なんかね、なんかあれって。お、よっしゃ、お、よっしゃ、ナイス。お、はい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 、大回線保留、大回線保留。おっと、エンタープライズ様来てー。お、50%であるかな。エンタープライズ議事連、よしよし、今日2人で初めて会えましたよ、エンタープライズ様に。シャフちゃん、さあもうほぼほぼ大丈夫。7点初めてかもしれない。お、ここは普通なんだ。絶対大丈夫よ、シャフちゃん、頑張れ。大丈夫かな。大丈夫大丈夫。ピーブラなる。よーし、
とうございます。ナイスシャフちゃん、ラッシュ確定です。ちょっと楽しんじゃったよラッシュを。いや、よかったよかった。よかったです。いや、本当ありがとう。てか気持ちいいですね、7点で。ありがとうございます。素晴らしいでございます。右を楽しんでいただいて、はい、と完全告知でいきます。いつも結構完全告知されるんですか？そうですね。あ、いいですね。最初は各編なんで、ここのあたりは約束されてると。まあそこからもまあ3回に1回は各編ってことですね。あ、はい、早い早い。アズルレーンでのレンちゃんは結構得意って言ってらっしゃいましたもんね。一番そのモードが得意なんで。あら、いやー、おお、早いいいですね。最初の20回転まで即当たりゾーンなんで。なるほど。結構早いですね、当たったら。はい、おお、即当たりだったな。楽しそう。めちゃめちゃ楽しい。もういつも他のモードは選ばれないですか？ほぼ選ばないんです。終わっちゃった。あら、あ、確変くれ、確変3分の1。あ、早いて。早いっすね。早いて。さあ、でもシャフちゃんね、ここ得意って、はい、ここ前もね、4万発出した時は3回も、はい、ここ戻したんで、戻したし、ぜひ頑張ってほしい。いつもこのモードをはめる時はこうどういう心境で打ってるんですか？無です。無、なるほど。あ、もうなんか赤字ギフト引いたらどうしようとか考えずに。あ、なるほど。じゃあ皆さんもぜひ無の状態でシャフちゃんを応援して差し上げてください。はい、やばすぎ。ピンチ。ピンチ。あ、大丈夫。あ、頑張れ。ういー。よし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 。ナイスナイスナイス。ナイス無心。うっしゃーが出るわ。はい、さあ、じゃあ楽しい時間に戻っていただいて。戻りました。見てください、ほら遠くで、ほら応援してくれてる。嬉しい。応援してくれてるんですよ、ほら。頑張って、ありがとうございます。いや、素晴らしいわ。嬉しい。はい、あぶねー。うまい。反発いったっすか？あ、次かな。あ、お、あ、でもこれでもデストラーなんで、これでいくかな。お、見事。
もうこれ投資はまくったぐらい、まくってますね、素晴らしい、あそこからちゃんとまくる、さすがの女子でございます。万発イエーイ、お見事。引き戻さないと。あーでも引き戻しの天才。そうですね、お願い。あー未来選択いくかな、いかない。あー終わっちゃいました、ついに終了。ただ1万発はお上手、はい、お見事、よかった。それに引き換え俺は766ハマり、情けないっすよ。ジャンボさ ん、 ん見せたいのがあるんですよ。見せたいもの、うん、あ大丈夫ですよ、今の俺何見たってしょうがないですから、ね、いいから来てくださいよ。そこまで言うなら。最高に楽しくてとても素敵な方だなと思いました。この人だったら私のすべてを受け入れてもらえるんじゃないかなと思います。いやー聞きましたね。はい聞きました。次回のミスタージャンボはソウレソウレソレソウレソウ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 レソウレよっしゃー男が燃える。第1第3土曜日サップチャンネルで配信、お見逃しなく。番組をご覧の皆さん、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。番組をご覧の皆さん、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。